粘液の標本を採取して検査したわ。解毒剤を生成できるはず。よし、軍隊での疫病の蔓延はどんな敵との戦いよりも危険だ。成功すれば大きな業績となるだろう。ヒキガエルの形の勲章でももらえるの？我が軍にそんな勲章はない。ゲラルト、無事だったの？その傷はどうしたの？話せば長い。今は重要な要件の途中だ。積もる話は後にしてくれ。ああ、そうね。解毒剤を作らないと。時間はそんなにかからないはずよ。いい女だな、女医なのに。学者には見えない。面白い。どんな見た目なら学者に見えるのか教えてくれないか。本ばかり読んでるから目が悪くなるだろう。だから普通はメガネをかけてる。そうだ、分厚いメガネをかけて鼻にシワを寄せて、格好もみすぼらしくてな。いい服を着ても本以外に見せる相手がいないだろう。面白い考察だ。だが医者に聞かれないように気をつけるんだな。なぜだ。自分のことをそんな風に言う奴が怪我しても手当てをする気がしないだろう。羨ましい奴だな、ウィッチ。彼女がお前を見る目は俺たちと全然違ってた。なあ、図星だろ。まんざらじゃないって言えよ。悪いが関係ないことだ。なんだよ、秘密でもあるのか？照れてるのか？彼女はいい女だし、お前も、まあ、面はともかく、ウィッチャーだ。女にはモテるはずだぞ。白状しろよ、シャニが好きなんだろ。彼女に背を向けて立ち去る男はいないだろう。その通りだ。ウィッチャーもなかなかいい趣味してるじゃないか。これが薬よ。効き目が強いから、容量には気をつけて。患者一人につき、正確に1日3回、食後に2滴よ。3、4日でほとんどの感染症に改善が見られるはずだわ。レダニアの名にかけて感謝する。今はレダニアのために？患者のためよ。たまたま彼らがレダニア兵だっただけ。医者と患者の立場ならニルフガード兵でも構わない。ケイドウェン人、エイダーン人、エルフ、ドワーフ、ハーフリング、みんな同じでしょ。下水道での件は別にして、もうどれぐらいぶりになる？フィジマ以来か。ああ、そうそう、カトリオナが猛威を振るっていた時ね。まるで100年前のように感じるな。あれからどこで何をしていたんだ？あれからヴィジマを出てオクセンフルトに戻った。学院で博士号を取って開業したのよ。すぐに戦争が始まって、半ば強制的にレダニア軍医療部隊に加えられたの。ではラドビッドが死んだ今は？でも戦争は続いてる。混乱も続いてて、私の仕事は尽きないわ。文句は言えないけど、今は家で暮らせてるし、病気の治療にも専念できてる。それでも常に心の準備は必要だった。いつレダニア軍に徴収されるかわからないから。今度は俺に力を貸してほしい。顔を見に来たわけじゃないとは思ってたわ。で、何をすればいいの？その顔の傷と何か関係があること？そうだ、下水道で何があったかも教えてよ。どこから話せばいいのか。そうだな、下水道の怪物の正体は巨大なヒキガエルだった。そしてそれはオフィルの王子が変身した姿だった。じゃあ私はコビリの女公爵ね。いや、真実なんだ。そのヒキガエルを殺した時にオフィルの兵士たちが魔術師に連れられて現れ、俺を捕らえた。オーディムという男のおかげで自由になれた。誰なの？ホワイトオーチャードで会った男だ。その時は確か鏡商人だと名乗っていた。
鏡？願いを叶えてくれる鏡でも買ったわけ？そんなところが。彼に危機から救ってもらった。その礼としてある貴族の願いを満たせと言われたんだ。まずはその貴族の弟の幽霊を呼び出し、次にそいつを楽しませろと。幽霊を喜ばせる？どうやるつもりなの？今はまだそれを考える段階じゃない。まずは墓を探し幽霊を呼び出す。それからだ。それって降霊術じゃない。危険だし、より高次の魔法が必要で。オーディムが方法を教えてくれた。魔術や降霊術は必要ない。幽霊を呼び出せるというある薬をくれたんだ。香炉も必要らしい。それなら用意できるわ。学院の倉庫にあるはずだから。持ってきてあげる。ありがたい。構わないわ。でもこの話は怪しいと思う。俺もだ。だが他にどうしようもない。幽霊を呼び出すしかないんだ。わかった。その幽霊って誰なの？オルギエルド・フォン・エベレックの弟だ。フォン・エベレック？オクセンフルト学院3年生の時、選択課題があったの。大祭司による禁言か、レダニアの名家か、そのどちらかを選んで研究する課題だった。私は後者。あった。フォン・アイグリッド、フォン・エスティケン、フォン・エベレック。オルギエルドにはブロジミールという弟がいたと書いてある。邸宅近くの一族の墓に眠っているそうよ。頼りになると思っていたが、さすがだな。墓所は芸術的な価値も高いと書いてある。見てみたいわね。香炉を持っていくから、入り口で待ち合わせるのはどう？初めて見る姿だな。どういう意味？なんというか、ロマンチックな姿だ。血まみれで包帯と薬に囲まれる君しか見たことがないからな。それはいつも仕事中に来るからでしょ。今はあなたを待ちながら結婚式用の花飾りを作ってたの。結婚式？誰のだ？親友よ。大学の時のね。そうね、よかったら一緒に行かない？もちろん喜んで。嬉しいわ。これってデートよね。香炉は持ってきたか？もちろん。カバンに入れるのを兵士に見られるところだった。用途がわからなかったから、アンバーとアニシード、ジュニパーを持ってきたわ。どれも炊くと煙が出るものよ。ありがとう。役立ちそうだ。行こう。そうだな。豪華な墓所だったのね。すごいわ。ああ、崩れているのが残念だ。一族は没落していったから、墓所の修繕にはお金は使えなかったのね。うわあ、ちょっと不気味ね。これは墓所どころか、立派な霊場なんだ。
食台か。死者への花向けに火を灯す古い風習だ。触れない方が良さそうだな。ブロジミール・コンネルディック、ボフミルとクリスティーナの子。これだな。儀式を始めるか。墓所全体の全ての部屋に香を焚き締めよう。生と死、炎と地、この地の主を塵の中よりよみがえれ。世を去りし者よ、帰り来たりて聖者と共に歩め。この地の主を塵の中よりよみがえれ。世を去りし者よ、帰り来たりて聖者と共に歩め。この地の主を塵の中よりよみがえれ。友としてよみがえれ。我は敵ならず。生と死、炎と地、今度は火を灯す。炎と地、生と死、この地の主よ、我に答えよみがえれ。炎と地、生と死。見知らぬ男よ、なぜ私を呼び出した？俺はゲラルト、ブロジミール・フォン・エベレックの霊を呼びに来た。お前の素性や目的に興味はない。生きてここを出ることはできないからな。ブロジミールの霊か。魔法を探してるのは誰？気にするな、ファノレイティナ。問題はなぜ我が一族の血を持っていたかだ。フォン・エベレック一族は血縁者の血がなければ蘇れない。そうだ。そして一族で生きているのはただ一人、オルギエルトだけだ。ならお前の孫に血を流させた男と話をせねばな、ケスタティス。ブロジミールじゃないんだな。彼の兄オルギエルドに言われてきた。ブロジミールに会わせてやろう。だがオルギエルドとは二度と会えんがな。心臓へ繰り返して、オン・エベレックの一族を殺せ。オルギエルドの血のために。ここで死になさい。エベレック一族は立ちが悪い。お前は誰だ？尋ね人、ブロジミール・フォン・エベレック、オルギエルドの弟だ。ああ、自分の弾すらかけないことを忘れていた。まあ、死んでからは大して痒くないけど。お前の一族と戦う気はなかった。恐らく。死んでいても目は見える。あの気取ったクズどもを追い払う様子が見られてよかった。ばあさんも気にしなくていい。
あいつらはもう死んでるんだから。で、どうしてオルゲールドの血を持っていたんだ？もし彼を傷つけたなら、お前を殺す。もらったんだ、俺とオルギエルドの共通の知り合いから。ここに大事なのができた。俺は死んだ。外の世界のことに興味はない。お前のことにも他の奴のことにもな。恋しいのは宴会と女くらいだが、まあどうしようもない。客は多いのか？それほどでもない。たまにだ。誰かが来た時は一族総出で遊んでやるからな。遊び好きな一族だ。確かに。お祭り騒ぎと喧嘩への情熱で有名なんだ。フォンエベルック一族は代々戦って略奪してきた。家風だよ。当然略奪には戦利品がつきものだ。だからいつも豪勢に祝える財力。俺が生きてた頃はいろいろうまくいかなくなってたが、古傷をつついてもしょうがない。俺が死ぬ数日前、再び栄光を取り戻す方法を見つけたと兄さんが言ってたんだがな。お前の兄の依頼で来た。兄さんは元気か、ゲラルト。また一緒に遠乗りへ出かけたいものだ。その機会はおそらくないだろう。だが代わりに面白い経験をさせてやれる。死人にとって面白いことだ。面白いこと？何を考えているんだ。話せよ。詮索する気はないが、どうやって死んだのか知りたい。ふん、遠慮するな。みんなそういう話が大好きだ。結末が自分の死でなければ俺も喜んだはずだ。それで何があった？略奪の時は習慣として長老の家を襲撃し、それから地元のアホどもに酒を持ってくるように命じていた。もちろんおさわりできるノリのいい女たちも一緒にな。すると悲しいことに奇襲があった。5対1の劣勢になって圧倒された。俺は殺された。ひっくり返った菓子のテーブルと石の床に挟まれて、卵の殻みたいに頭が潰れた。オルギエルドについてもっと知りたい。彼のことを教えてくれないか。最高の野郎、真の騎士さ。レダニア全土を探してもあんな奴はいない。飲み比べでも喧嘩でも最高だった。若い頃から一緒に略奪をしていた。本当に若い頃からだ。国境の村の奴らはオルギールドって言葉を聞いただけでズボンを濡らしたものさ。俺は兄さんの副官で、火の中でもついてくるような忠実な連中を率いていた。普通の盗賊と変わらないようだな。俺たち盗賊だって。口に気をつけろ。確かに喧嘩っ早い奴もいたが、オルギールドは違うぞ。好奇心旺盛であらゆるものに興味を持った。兄さんは本に熱中し、絵画を崇めた。それに最も美しい娘を愛した。オルギエルドから依頼を受けた。変に聞こえると思うが、お前を楽しませることになっている。本当か？兄さんらしい。俺は長いこと死んでいるのに、まだ俺の魂を気にしてくれているのか。どれくらい時間がある？おそらく一晩ってとこだろう。最高だ。待ってくれ、剣を用意せ。それから おい、こいつは一体どうなってんだ。お前は亡霊だ、物をつかめない。ああ、忘れていた。ではどうやって服を脱がしてやればいい？コップを使うことも、剣を持つことも、踊った女を落とすこともできない。それなしでやってくれ。行くぞ。俺はどこにも行かないからな。お前は俺を楽しませるんだろ。
なら何か手段を考えてくれ。例えば俺を蘇生してくれ。無理だ。それにかなり腐敗しているぞ。では他の手を考えてくれ。この状態ではどこにも行かないぞ。そうだな、誰かを連れてきてもいい。そうすればお前はそいつの体を借りられる。一晩の間だ。誰かに憑依してほしいのか。ああ、そうだ。同意するとして誰の体に住みつけばいい。さあな、オルギエルドの部下か、それか金のために引き受ける農民だ。ダメだダメだ。どこかの汚れた盗賊やクソを食う豚飼いの川に潜り込む気はない。もっといい考えがある。おいよせ、それは無理だ。できるさ、できる。